井くんって彼女さんいたんだね。知らなかった。僕も知らなかったな。今度紹介してね。兄さん覚悟してね。もう知らない。衝撃です。浅井くんに彼女がいました。何？ちゃんに聞いたから間違いないよ。気になるの？だって女だろ。いいね。その一言で京介の下半身の軽薄さが分かろうってもんだ。さすがはミスター腹黒。ああ、京介、俺のシャーペンするね。なんだって？俺、相沢栄一。新型モビルスーツみたいなの。俺、有名人は福沢諭吉が好き。いげえよ、超かっこいいじゃんあの人。いやだってすげえ平等な人ですげえ言葉残しててマジすげえじゃん。とにかくすげえんだって。もちろん金も好きだけどな。あ、なんかおしゃべりしてたら授業終わったみたいだぞ。毎度のことながらうちの学園の授業ってほとんど崩壊してるよな。ご飯食べないの？減量してるんだよ。エイチ君は今日もお菓子だけ？僕チョコレートだけあれば生きていけるよ。浅井君は電話中か。なんだか一人ぼっちでご飯を食べてる気がする椿なのでした。あ、電話終わった？誰と電話してたんだよ。家政婦さん？どうして兄さんがそういうことするの？うん、わかった。私、練習で家に帰るの夜遅くなるけど、
もし会ったら挨拶しとくね。浅井くんの実家ってどこにあるの？どうしてわざわざ浅井くんだけ別に住んでるの？学園に近いからだって。ねえ兄さん。女を連れ込むためだろうが。ん？何か言った？うん、とこおいしい。すごい長いね。誰かな？私見たことないよ。知ってるの？髪の長い女の子の正体。おー、また電話だ。あ、家政婦さん？学園に携帯電話持ってきてないのって私くらいなのかな。うちって規則ゆるゆるだからね。ねえ、僕の話を聞いてよ。おい、嘘だろ？気のいい人って言わなかったか？あなたは家政婦さんは気のいい人だって言ってたけど、もう一度電話がかかってきた時に、あなたが小島さんですねって言った。つまり小島という家政婦とは今初めて話をしたということになる。なのにどうして気のいい人だって知ってたんだ。私が言いたいのは、あなたは最初家政婦と電話をしていたわけではないということ。浅井くん？あれ？だから僕の話を聞いてってば。